さあそれでは知恵の借り物の続きやっていきます。というわけで今回は北の方へと進んでいきましょう。まずは焼き魚をもらって、はい、はい、うん、ここから北にある林にいるはずよ。というわけで持っていきましょう。これ借り物でもいいのかっていうのを確かめてみたいから、まずは借り物を作り出して渡してみたいと思います。あっちか。これは下手するとダメにしてしまうような、あ、ジャンプできませんわ。ほう、私ならできてしまうけど、ちょっと待ってください。このお魚を取られるわけにはいきませんわ。まずここに、置き方や置く場所、ここで持てるならまあまあいいか。じゃあタックラーさんはここでは、ガブフィンも、うん、当然ダメだね。水の中に帰ってしまったじゃあこれはまあ遠距離攻撃の得意なタイマーカッターなどでよっ、おお、よけた、かっこいい、やるじゃん。焼き魚が気になってしょうがない、ね、お、やった、溺れましたわ。あと何かアイテム、よし。さあ、あれはバウンジローさんでやりましょうか。うん、ドロップアイテムはもらえた方が嬉しいから、この辺りかな。あれ、なんか思った感じじゃない。あー難しい、そこ、うーん ちょっと思ったような角度ではなかった。結構難しいなしょうがない、やった、よし、威力は結構あるね。結構使いやすいには使いやすいけど、そのバウンドさせて当てるのは難しい。何これ、革の落とし子を10個手に入れた、尖った口が特徴の生き物、そのままでは使えない。うん、これをスムージーに、なかなか生臭そうな感じですけど、あれが焼き魚を届けてほしいというお方。階段を作らなくちゃいけない。あれ、この宝箱動かせないんだ。うん、素直に考えるんだったらどうしましょう。とりあえずこれは一旦ここに置いときまして、借り物のお魚作ってみようかな。よし、話しかけてみましょう。グーグー、母ちゃんごはん、むにゃむにゃ、寝てるんだったら全然いいじゃん。寝てる間だったらお腹空いた感じにならないと思うけど、夢の中でお腹空いてるのかな。じゃあ借り物を作り出しましょうか。あれはどの辺りだろう、あったあった、焼き魚よっ、うん、お、くんくん、香ばしい匂いがする。でも母ちゃんの愛を感じないな。愛、隠し味は愛だったのですね。スムージー屋の隠し味の謎が解けたところで、いや母ちゃんほどとは思えないけど、あれ、ここなんか、あ、びっくりした、なんか柔らかい場所かと思った下の方にも普通に草がないところあるね。
気になるな。一応ピッティ置いてみるか。あれ、あ、そういう感じ。おお、やってみよう。一応何もなさそう。へえ、なんか違う場所だとダメだったのにね。うん、さてさて、じゃあこれをどうやって上に持ち上げるか。あ、そっか、手に持って運ぼうとするからいけないんだ。真空状態だったらジャンプできるもんね。多分ジャンプ力は決して高くはないんだよな。うん、じゃあ階段を作ろうか。階段といったらやはりベッドですけど、他にもやりようがあるよね。個人的にはトッピューでピューンって飛ばして上に持っていこうかなと思うんだけど、うまくいくかちょっと怪しいところがあるから。他に行けそうなの。うん、これさ、中からゾロゾロが出てくるっていうけど、上に乗ってたらどうなるんだろう。あ、乗れませんわ。ちょっと悔しい。あ、こっち高くて乗れない、なんてこった。ちょっとあの一工夫しないと乗れないとは。しょうがないな。殿下の宝刀トランポリン、これにゾロゾロ塚。お、敵がいないからか出てきませんわ。あ、出てきた。ごめん、何かが乗ってるとダメなんだ。あれ、そうでもない。やっぱり出てこないじゃないか。なんだ、見間違いか。うん、なるほど、トランポリンでもいいかもね。トランポリンを使ってポヨンポヨンと、もうちょっと必要かなみたいな。よし、じゃあよっ、ほい、トッピューさんお願いしますわ。ここまっすぐ打てばいけるはず。あれ、思ったのと違う。ああ、踏んだらなくなっちゃうの。わあ、魚をダメにしてしまいましたわ。まさかの、いや確かにお料理踏んだらダメだけどさ。罠、しょうがない。ちょっと戻りましょうか。でもそんなに遠い。ああ、花すごい枯れる。暴力、近いからまだいいけどさ。うん、ていうかめちゃめちゃ近いからお母様がご自分で持ってかれてもよろしいのではと思うんですけど。はい。じゃあ頑張りますわ。投げるのは平気なのに乗るのはダメなんだねっていう。うん、おー、楽ちん。というわけで特急チャンスもう一回。よっ、おーちょっと違うところに行ってしまいましたわ。というわけで一発ではいけなかったので、これはうっかりすると踏んでしまうな。あ、登れない。嘘。ちょっと待って。くっ、よかった。よし。これを。ちょっと待って。やばいな、これは。ちょっと待って。こうよかった。これでシンクをやめれば。うそ。直接当たったらダメなの。そんな、直接当たったら母ちゃんの愛が反映されるんじゃないのか。いや、直接当てる気はなかったんだけど、手前に置くつもりだったんだけどさ。今のは高いから壊れちゃったの。人に当てたから、人に当てたからかな。
というわけで三度これはちょっとなんていうか意義ありですわって言いたいけど、他のほらウニとかの上に乗ったらズルってこう動くじゃん。食べ物はダメなんだ。というわけで突飛チャンスその2、ここでこう今のは見なかったことに悔しい。よし、当てるところが大事かな。この辺りならこう、おー、思ったよりかまた上がってしまったなぜちょっと右の方にずれるんだろう。まあしょうがない、そういう特性ならね。よし、今度こそこの辺りでシンクして、ここで落とす。ここならよかった、うん、くんくん、お香ばしい匂いがする母ちゃんの焼き魚だ。わざわざ届けに来てくれたの、よくそこから見えますわね。ああサンキュー、腹ペコだったから助かったよ。お家に帰りなさいな。そんじゃ早速いただきます。パリッとした表面にほのかな塩味、油が乗ってふっくらジューシー、焼き魚最高、母ちゃんも最高、うん、すごく元気。ふう、食った食った、あーうまかった、うん、じゃあ食後の一眠りを楽しむから母ちゃんによろしく言っといて、帰りなさいな。アヌビーに焼き魚を届けるとその場で、ま、食べてまた寝てしまった。とりあえず母親に報告しよう。そんなにこれ運ぶ必要あったのかなっていう感じの展開ですけど、まあでも一仕事終えたので、くっ、登れさささ、あんまりルピーとか出てこないよね。食事時なのに息子に魚を届けてくれたのかい、ありがとう、助かったよ。え、魚を食べたらまた寝ちゃったの。はあ、まったく、あの子と来たら一日のうち寝るか食べるかしかしないんだからあら、ごめんなさいね、あなたにはお礼をしなきゃ。本当にありがとう、これをもらってちょうだい。お、泡昆布10個、結構もらえる。今後焼き魚はここに置いておくことにするわ。あなたも好きに持って行ってちょうだい。いきなりサービスがすごい。アヌビーが再び眠り始めたことに母親は呆れ返っていた。届け物のお礼として焼き魚は自由に持ち出していいと言われた。うん、はい。にしてもうちの息子はどうして、あー寝てばっかりなのかね。うん、ちょっと北の林に行って食って寝て、なんというちょっと羨ましい、なんかポカポカしてる雰囲気だし、うん、寝とるね。一応もう一回ちょっと話しかけたりとか。よっ、あれ、あ、ちょっと待って、おくんだまし、ちゃんとちょっとずり落ちてくれるんだ。あ、そっか、自分のシンクで降りられるのか、そっかそっか。うん、グーグー、母ちゃん、タグラーは焼いても食べられないよ。あれ食べられないんだ、魔物ってお食事には使えないのか。肉でん、あ、肉には全く反応しない、所詮借り物では。焼き魚だったら、あれ、もう何の反応もない。うん、うん、ということですわ。さてと、何をする予定だったっけ。まずは、交流の場からさらに北の方に行けばいいだけかな。そういうことかな。そういうことっぽい。ぽいね。うん。じゃあそういうことにしましょう。ふう。
ここって消したら何かあるかな。何もないと思いながらも思いながらも、お、ちゃんと消える。ちゃんと消えるというだけでもなんかちょっと嬉しい。しかもちょっと触っただけでいい。水ゾルさんの能力なかなか。ゼルダはこういうことやらないと何か起きるかどうかわからないっていうところがあるから、うん、よし。というわけで、あ、登れないじゃん。何かこう強力なガンブヒンさんとかで登っていけないかな。ほい、あ、これは無理っぽいですね。うん、じゃあ何か道らしき道で行きたいな。こっちか、ここか。なるほど、それっぽいですわ。あ、ちょうど川の落とし子手に入れました。作りたい。川の、あれ、あ、これか。尖った口が特徴の生き物、調理すると泳ぐ速度が上がる効果が出ることがある。ダブル落とし子ピッ。お、スイスイスムージーを手に入れた。なんかすごい丸ごと入ってますけど、新鮮な皮の落とし子が添えられた、いろいろミックスされたスムージー。うん、なるほど。大丈夫です。ちょっと飲み物持ちすぎかな。怪しいスムージー飲んじゃう。あとは潜水時間アップか。これは、泳ぐ速度が速くなる方が嬉しいかもだけど、これ今のうちに使っちゃうか。よし、作りたーい。落とし子&泡昆布、これはコラボレーション、海と川のコラボレーション。ピッ。お、スイスイスムージー、これはベースは関係なくこっちになるのかな。うん、こう、あ、やっぱりスイスイスムージーになるんだ。どっちがベースとか関係ないのかな。あとはこうか、ブドウからこうやった場合はやっぱりスイスイミックス。あれ、ブドウミックススムージー、なるほど、やっぱりベースになるのか。うん、ちょっと気になるピー。どっちがいいかな。ソルトバブルスムージーを打って、で、泡昆布から皮の落とし子作る。どうなるかな。あ、これは皮の落とし子を優先される。なるほど、うん、はーい、うん、ちょっと勉強になりましたね。ベースはどちらでもいいみたいな。おーっと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 、めちゃめちゃ跳ねてる。ちょっと待って、ガブフィンさん、なんとかいけませんか。ちょっとちょっとこっち出てきた、出てきた、出てきた、帰ってった。おー、すごい。で、全然ガブフィンさんやる気ないから、アルバトリーさんにお任せします。ああ、行ってくれるかも。あー、やった。なんだ、体当たりするだけでいいとか。テクタイと覚えた。水面に浮くアメンボのような魔物、3回目のジャンプでさらに高く飛び上がる。おお、なるほど、これにシンクして反転すればすごく高く飛べるのでは。そういうための人っていうか魔物。おお、ちょっと行く方向、おお、ドキドキ。あれ、3回目のジャンプは、次3回目、
おお、あんまり思ったほどは高く飛ばないというか、あとどうだ、右が気になる。右に行ってくださいまし。おお、行けるような、行けないような、これはもう諦めた方が良さそうな気がしますわ。うん、じゃあ普通に行こっか。あ、ちょっとこんな時に邪魔しなくたっていいじゃないよ。おお、戦ってらっしゃる、戦ってらっしゃいますわ。キー、結構離れたところまで見られるけどしょうがない、もうこれ抜くしかない、俺の岩を。結構硬い、よーし、ふう、宝箱を見つけてしまったからに行かなくちゃ。ここにベッドを置いたらどうなるかな、流されていくかな。あ、流れない。おーおーおーおお、そうなる、なってますけど。ベッドってさ、あの使うベッドでハートの回復速度とか変わってくるのかな、どうなんだろう。もうちょっとダメージ受けてから調べましょうか、覚えてられたら。おお、川の落とし子、よし。お、裂け目でございます。進めないようになってるね。うん、なるほど、この高いところを使って行けば楽ちんですわ。ちょっとあそこ気になりませんか、柱。そして人がいる。ここはベッドで、流れに負けないベッド、素晴らしいですわ。どんぐり棒の、ええ、らっしゃいらっしゃい、どんぐり拾いはどうだい、本当にどんぐりの人、集めて楽しい、拾って楽しい、どんぐり拾いだよ。私がばらまくどんぐりを全部集めるゲームだよ。はい、早く集められたら景品をあげよう。一回10ルフィー、どうだい、やってみるかい、やってみる、やってみるって言い方、ちょっと待って、でもやらない、プン。遊びたくなったらまた来てね。うん、ゾーラの方々よりもなんか歌っぽいこと言ってるからちょっと驚きましたけど、集める、多分ああいうところにあのどんぐりが置かれるんじゃないかなと思うんだけど、あらかじめこうしておく。うん、その次は壁ビューンとかで行けばいいかな。あ、消えちゃう、話しかけると消えちゃうのか。じゃあやります。うん、やってみますわ。よし、どんぐり拾いの始まり始まり。おお、やっぱりああいうところに乗る。うん、一応クローリーさんを出してみようかなと思うけど、取ったことになるのかな。いや、そもそもどんぐりには行かないか。うん、でも海じゃなくて水の中にもあるしな。全部で6個、さっきはそんなもんじゃなかったような気がするけど、まあいいや。おおお、ゆかびゅん、ゆかびゅんさんはよよよ、しわあ、空中でリアル、だだ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 、テクタイトさんが意外なことにちょっと手強いですわ。くっ、ああ、そのハスみたいの、いてて、ま、待って、ダメージでっかい、ダメージがでっかい。一旦逃げます。テクタイトがなんでこんなにたくさん襲ってくるんですの。ちょダメージが大きいですわ。泳ぎ速度アップ、スイスイスムージー。おお、速くなりました。あれを取らなくちゃいけないけど、もう40秒経ってしまいました。場所がわからない。
敵のなんていうかその、ん、やめるのかい？今からじゃあルピーは返せないけど続けますわ。よし、最後まで頑張ろう。あ、そっか、中だったっけ？中っていうか下？え、どこだ？どこだ？わからない。真上から見れば。あった、ここだ。色味がかなり水、お？取れた。さてと、ここよっ、おだー。ちょっと待って、テクタイトに壊され始めるとすごく辛い。あとあの葉っぱも削れちゃうし。アルバトリーさん、お助けくださいまし。おお、あれ負けてますわ、全然負けてますわ。こうなれば大物を使って、おお、ガブヒンさんは頼りになります。おお、やった。ふう、その私をポーンと上の方にこうドルフィンジャンプさせていただけませんか。乗れるのは結構珍しいですよね、普通に。魔物の上って結構の、じゃあ乗せてくださいまし。乗って移動できるの嬉しい、嬉しいけど。あと一回さ、消えちゃった葉っぱずっと消えっぱなしなんだ。ほいほいほい、あー違う、そこじゃない。よし、お疲れさん、どんぐり全部集めたね。結果は2分25秒だったよ。残念、目標タイムには間に合わなかったね。次の挑戦待ってるよ。また遊びに来てね。悔しいですわ。景品ください。てか今気づいたけど、ルピー1000ルピー以上いくんですね。やってみますわ。今度こそ床ビュンでバシッと、だいたい似たような場所に行ってる感じですね。よし、床ビュンよ。さっきはここで邪魔されちゃったけどよ。あとはくる、ひょい、よし。わーっとっとっと、乗り上げた。お疲れさん、結果は21秒だったよ。君すごいね。じゃあ景品をあげちゃおうかな。お、なるほど、結構嬉しい。でも景品これか。おじさん早くて感動しちゃったから、今回だけ特別にこれもあげちゃおうかな。わあ、すごく嬉しいですわ。また遊びに来てね。何か特別な景品というわけではなかったけど、もらえて嬉しい。わあ、テクタイトさんが登ってきましたわ。シルベをまずはやるべきか。ここから行けそうか。行けちゃいますわ。それはそれでちょっと困りますわ。よし、お、これは、あ、僕が見た裂け目、これ。もっと近くまで行きたい。わかりましたわ。何かイベントが始まりそうですわね。あ、裂け目に当たってる、かわいい。魔物も裂け目なんでこれ進めないんだろうみたいな感じなのかな。まだまだいろんなとこに行けそうだけど、せっかくシルベも作ったし、目の前に大きな裂け目もあるし、今回はここで
ぐっと我慢して次回この裂け目の裂け目というかジャブジャブ様の住処の中に入っていきましょうか。うん、どんぐり大変だったなっていうかテクタイとかすごく手強かった。古びたベッドとふかふかベッド、寝てから回復するまでのスピード、うん、あんまり変わらないかな。もうちょっと連続してないとちょっとやっぱりわからないかも。テクタイトさんにダメージ受けた時は本当に死にそうだったから慌てて回復しましたけど、いつかちゃんと調べてみたいところですが、じゃあ今回はここまでにしておきましょう。さあそれではまた次回よろしくお願いいたします。